僕の名前は身長くん。前回僕の身長を伸ばすモーニングルーティーンが好評だったようで、とても嬉しいよ。そこで今度は身長をガンガン伸ばすナイトルーティーンを紹介していくよ。僕のナイトルーティーンを真似すれば身長伸びること間違いなしさ。じゃ早速行ってみよう。19時から20時、夕食からの身長先生の YouTube。 食事は健康的な体づくりには欠かせない要素。それは身長を伸ばすことにも言える。なんと1950年から現在まで男性の平均身長は10センチ程度伸びたと言われている。なぜそんなに平均身長が伸びたのか。それは栄養状態の改善が原因。ということは食事を改善したから日本人の身長は伸びたということだ。リバウンドを制する者がバスケを制するように、夕食を制する者は身長を制する。特にタンパク質の摂取は論文からも大事だろうと言われている。特に牛肉がいいぞ。牛乳に牛肉に。身長を伸ばす栄養が牛さんにはたくさんある。本当牛さんには感謝しかないので、君も牛を見かけた時は臭いと言わずにありがとうと言おう。あと牛乳についてだけど、僕みたいにお腹を下しやすい人は無理して飲まなくていいからね。そして身長先生が口酸っぱく言っているミネラル、特に亜鉛と鉄を含んだ食材の摂取も大事だ。鉄は身長を伸ばすのに特に大事なんだ。しかもここで大事なことは、運動をよくしている人こそ鉄が不足しやすいということ。だから身長を伸ばしたい人ほど鉄が不足しているということだ。そこでそういう人は牡蠣や豚のレバーなどを食べるといいぞ。これらは間違いなく身長食と言えるだろう。僕もレバーは苦手だが頑張って食べてるぞ。そして最後にビタミン D を含んだキノコご飯を食べる。ビタミン D を摂るとカルシウムの吸収率を高くしてくれる。ということは言うまでもないよね。そう、身長を伸ばすのに役立つんだ。日光を浴びても体内に取り入れることができるビタミン D だが、最近はテレワークやリモート授業などで不足しがち。だからビタミン D を夜の食事で取り入れることはかなり大事なんだ。そして夕食後は身長先生の YouTube を見て最新の身長を伸ばす方法を勉強。知識はいくらあったって困らないからね。野球だってサッカーだって最新の理論は進化し続けている。だから情報のアップデートは必須。だから常に最新情報を要チェックやで。友達同士で勉強してクイズを出し合ってもいいだろう。20時から20時半、お風呂。いい湯だな。日本の文化であるお風呂、これは実は身長にとってはプラスになるんだ。その理由は睡眠の質を上げてくれることにある。湯船に浸かって体を温めるのが重要なポイント。もし10秒しか入ってないなんてことがあれば要注意。シャワーだけで済ませている人も今日からしっかりとお風呂に入ろう。そしてお風呂は寝る90分前に上がるようにしよう。例えば23時に寝る場合は21時ぐらいにお風呂に入って、21時半にはお風呂から上がるという風にすること。こうやってお風呂の時間を気をつけることで睡眠の質が上げられるぞ。のぼせた。21時夜身長の測定。そしてモーニングルーティーンでは朝身長を測ったように夜も身長を測らなきゃダメだぞ。身長を測定しないで身長を伸ばしたいというのは体重計に毎日乗らずにダイエットしたいと言ってるようなもの。ポテチうめえ。ポイントとしては朝よりも夜は1センチ程度低くなる。それをしっかりと確認し常に最高値と最低値を理解することが大事。毎日の変動をグラフ化してみるのもいいだろう。22時から7時、9時間睡眠。そしてお風呂から出た90分後に睡眠。睡眠時間は3歳から5歳、10時間から13時間、6歳から13歳、9時間から11時間、14歳から17歳、8時間から10時間、18歳から25歳、7時間から9時間が国際睡眠財団の指標。少し分かりにくいかもしれないが、要するに6歳から25歳は9時間寝ろということ。僕はこの世界に9時間最強説を唱えようと思う。そして大事なポイントだが、朝起きる時間を決めてから寝る時間を決めよう。例えば朝8時に起きるのであれば23時に寝るということ。自分の生活リズムに合わせて睡眠のタイミングを決めよう。さらにもう一つ大事なことは、9時間以上寝ても良くないし少なくてもいけないこと。たくさん寝ればいいやと思って10時間以上寝るなんてことはないようにしよう。睡眠ではいかに質を上げるかがポイントだ。だからお気に入りのパジャマを着て大好きなあの子と明日は話すんだと期待を膨らませながら寝ろう。でも興奮しすぎて寝られないようなことはないように気をつけてね。そして寝るときはちゃんと電気を消して光刺激を遮断しよう。寝る前1時間はスマホも見ない。身長ビヨーン。
そして次の日のモーニングルーティーンへとつなげる。これこそ栄光の駆け足。朝晩と完全な身長ルーティーンの完成だ。僕は毎日このルーティーンを続けているからこそ身長を伸ばすことができている。だからみんなもできることから頑張ってみてほしい。そして身長は遺伝じゃない、努力だ。お、一緒に証明しよう。まずはこのチャンネルを登録するところから始めてみよう。身長ビヨーン、身長ビヨーン。バイバーイ。